カッシングはアメリカ海軍の駆逐艦。マハン級駆逐艦の一隻。艦名はウィリアム B ・カッシングにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。カッシングは1934年8月15日にピュージェットサウンド海軍造船所で寄港した。1935年12月31日にキャサリン A ・カッシングによって命名、浸水し。 1936年8月28日に、艦長 ET ショート中佐の指揮下収益する。収益後は、太平洋艦隊に配属された。1937年7月4日から30日まで、世界一周飛行の途中で、南太平洋で、行方不明となった、飛行家のアメリア・イヤハート探索に参加し、ハワイ諸島及びハウランド島近海で行動した。 その後カリフォルニア州サンディエゴに戻り、演習及び戦術訓練、艦隊行動訓練を行う。真珠湾での短期間の訓練及びカリブ海での巡航を除き、カッシングはサンディエゴから訓練演習のため西海岸を巡航した。日本軍による真珠湾攻撃時、カッシングはメアアイランド海軍交渉でオーバーホールの途中であった。 1941年12月17日にサンフランシスコを出港し、1942年1月13日まで西海岸と真珠湾の間で戦乱護衛に従事する。1月18日から2月2日までミッドウェイ島で対戦紹介に従事し、その後2月19日にサンフランシスコに帰還第1任務部隊の護衛としてカリフォルニア州沖合で訓練を呼び、 紹介任務に従事した。1942年8月1日、カッシングはサンフランシスコを出港し、新湾での訓練演習の後、ガダルカナル島周辺での作戦活動に参加した。カッシングは絶えず移動しながら激戦が繰り広げられた、ガダルカナル島に対する重要な補給部隊の護衛を行い、10月26日には南太平洋海戦に参加。この戦いで、 アメリカ軍は日本軍を物量で圧倒した。カッシングは1942年11月12日にガダルカナル島への輸送船団を護衛し、第3次ソロモン海戦では13日の晩に日本艦隊を迎え撃つ部隊の戦闘に位置していた。日本艦隊との距離が近づき3000ヤードの距離で3隻の敵駆逐艦を指認した。砲戦が始まり、カッシングは 艦中央部に何発かの直撃を受け、出力が低下した。しかしながら、敵艦への砲撃は継続され、命中はしなかったが、戦艦、比栄に対して来撃も行った。艦は、火災の勢いが強まり、搭載する弾薬に引火、爆発が生じ2時30分に、艦の放棄が命じられた。カッシングの炎上する戦隊は、ガダルカナル島から17時に目撃され、 サボ島南東約3500ヤードの海域に沈没した。約70名が死亡、または行方不明となり、何名かの乗員が後に救助、多くが負傷した。しかしながらカッシングは任務部隊と共に日本艦隊による艦砲射撃を阻止しヘンダーソン飛行場を救うこととなった。カッシングは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。